ロスは今頃夜の8時頃ですね。時差ボケは行く前に直してくださいよ。じゃおーシャチ、まあ寂しい週末でも送って月曜日にしけた顔でも見せてくれや。頼むから問題だけは起こさないでよ。いや俺はそんな気ないんだけどさ、日本中の女が俺をほっとかないわけよ。あら、俺の親指持ってみる。誰かの声が。どうしたのよ、今日は嬉しそうな顔しちゃって。今日。そうか、トル、お父さん許してくれたんだ。いえ、勉強は勉強、恋は恋ですよ。そうだよ、だから今日は許してくれなきゃ家に帰らないって宣言してきましたから。はあ、トルったら男らしいでしょ先生。それじゃさようなら。さようなら。ちょっとトル、前まずいよ外泊は。先生、これから会ってきます、彼に。そうか、頑張って。裸の真剣勝負だよ。大丈夫です、決心ついてますから。決心、決心って何？先生の言った意味分かってます。あ、今日先生とこ泊まるって言ってありますから、よろしくお願いします。泊まるってちょっと、ちょっとみー、泊まるって泊まる、またまた不純異性交友ですか？違います、子供たちだって恋愛に真剣なんです。恋愛なんて早すぎます。それよりも先生、ロス行きの件真剣に考えてください。よろしいですね。みー先生さよなら。あ、いやちょっと待って。ん、あんたはまっすぐ帰るよね。とんでもない、私はこれから愛が満ち溢れた場所に行くんですよ。どこ？ノーコメント、バイバイ。どいつもこいつも。待って待って、ダメだ、もう一回ちょっと構えてる。知らない、なんか江川さん、私決心してきました。今日は帰りません。なんちゃった、なんちゃった、私今どうしよう、どうしよう、来た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 、今日は帰りません。よし、よ、早かったじゃん。ちょっと待っちゃった。今日さ、もうちょっとかかりそうなんだ。もうちょっと早く終わって一緒に遊びに行けないかな。わかった、なんとかする。あれ、こんにちは。あ、妹さん。違います、あ、高校生。まずいんじゃないの、女子高生がぶらかしちゃ。あのさ、そういう関係じゃないよ。だいたいこの子さ、妹みたいなもんなんだよ。恋愛対象になるわけないじゃん。ね、兄ちゃん。あ、みー、どうした？妹だって。ん、他に付き合ってる人がいた。え、先生の言う通りなんかするんじゃなかった。私バカみたい。みー、みー、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、みー、ねえ、ちょっと待って待って、はい、今日はどうもありがとう。いえ、こちらこそ。すごいね。こんにちは。お、はい、お、どうしてここにいるの？私たち親友なんです、ね。あ、せっかく派手に飛んでんだからさ、気づいてくれよ。昔からね、この場所でいじめられることになってんだよ、浦島太郎って話は。地球上の重力の問題から言って、亀が空中にいるのは非現実的であり、
かつ神がお作りになった本来の亀の生き方に反する行為を私は認められない。現時代では航空機はまだまだ発明されておらず、また空中に亀がいるなどということは思ってもいない。よって私は見なかったことにする。それじゃあ、おい、それじゃ話が進まないじゃないか。みんなで協力してさ、お客さんと楽しもうよ。ねえ、そんなに言うならお言葉に甘えて。お言葉に甘えて。何かあったんですか？女の子の気持ちってすごく複雑で、つまりこう乙女の純情が。いらっしゃいませ。あ、すいません、電話あります。こちらに。ちょっとすいません。はあ、もしもし、小山さんのお宅でいらっしゃいますか？はい、私みーちゃんの担任の臼井と申しますが、みーちゃんは？今日は先生の家に泊めていただくって言ってましたけど。あ、そうなんです。それでみーちゃんまだ来ないんでどうしちゃったかなと思って。あ、もうちょっと待ってみます。すいません。女の幸せってやっぱり愛する人と結ばれることですよね。いわゆる一つの参考ってやつですか？背は高いし、大学は慶応の経済、しかもスポーツはテニス部。あー、完璧だわ。彼が急に冷たくなったんです。ほら、男の人って体許さないと女の人のこと嫌になっちゃうって言うでしょ。すいません、私ちょっと。何かあったんですか？後で電話します。僕に何かできることあったら。ありがとうございます。でも大丈夫。すいません。これは意外な展開だな。よかった。ひとまず安心だな。高校3年組担任の臼井幸です。小山美依がここに来たでしょう。ええ、来ましたよ。どこに行ったか知らない？さあ、僕は知りませんよ。あなた心配じゃないの？どうして僕が？あの子真剣なんですよ。でも僕には関係ありませんよ。彼女の方が勝手に盛り上がってるだけだし。あんたね、乙女の純情なんだと思ってんの？あなたにも関係ないと思いますよ。あ、ここ学校のコートなんで、とりあえずは着てください。ちょっと待ちなさいよ。私はね、あんたみたいなのが一番頭にくんのよ。もうだかなんだか知らないけど、看板ぶら下げちゃって何がそんなに偉いのよ。お疲れ様。ロミオ、お疲れ様でした。なんつうかすごい似合ってた。いい役だったよね。でしょ。どうも。なかなか良かったよ、亀の悲哀が出てて。じゃあ私はこれで。お、どうもありがとう。
何食べ行きます？中華かお寿司か。スタミナつけるんだったらやっぱ焼肉かな。エリさん、すいません、すいません。俺、高校の時、人生の目標っつうか夢を2つ持っちゃって、ほら若い時ってそういうの決めて盛り上がるじゃないですか。俺は男だ、やるぞって。希望を持てばチャンスは来る、諦めなきゃ夢は必ず叶うなんて信じちゃって。どんな夢なんですか？一つは役者になることで、今やっと現実になって、そしてもう一つは、もう一つはその I can think of younger days when living for my lifeWas everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrows. いつまで経ってもガキなんすよ俺。バカなんすよ。すいません。ごめん、見ちゃった。私もいいと思うよ、そのバカ。よう彼女、俺慶応の一年なんだけどさ、ちょっと俺と付き合わないな、な、な、な。あ、ちょっと待って待って待って、俺さ、慶応の一年なんだけど、ビシッとこれからいいところが。何やってんの、私このところで。あんたも一緒に探してくんない？え？ミーがいなくなっちゃったのよ。冗談じゃねえよ、俺は忙しいんだよ。あっそう、あっそう。ちょっと最近の若いもんはよ。シャチシャチ、俺心当たりあんだな。ここだよ、この前京都に見つかったの。あんたね、ミーは一人なんだよ。こんなとこ来るわけないっしょ。寂しさに耐えきれず、そこら辺のおっさんに身を任せる。任せねえっつーの。あ、あ、あんたたち、あ、あ、私たちまだ何もしてませんから。そうです、あの映画見て食事してお茶飲んで、それだけね。入りたくても入れなかったんだろう。ねえ、ミー見なかった？え、ミーがどうかしたんですか？いなくなっちゃったのよ。一緒に探してくれない？あのさ、少女、今日やっぱりやめとくわ。お前何言ってんのよ。ちゃんとね、自分の気持ちをビシッと言わなきゃ。いや、だけどさ、総一郎君今日あのデートだからさ、いつ帰ったか分かんないし。あ、あれ、総一郎君今日シャチとデートじゃなかったの？だったんですけど。何かあったのかな？いえ、別に。
ちょっと手違いがあったんで、待ってようかななんて。先生、安西さんが先生に言っときたいことがあるんですって。おい、ちょっとなんだよお前。いいじゃない、先生にもちゃんとはっきり言っとかなきゃ。総一郎君、俺はシャチが好きだ。ってことはライバルだな俺たち。わかりました。あ、ミー、そうはいかないよミー。お腹空かないか、先生と何か食べような。それともよ、あのどっかパーティー行くか、土曜の夜だし。そうだ、そうしようよ。やめといてよ。土曜の夜なんて大嫌い。何やってんのよあんたたち。バカ、お前こそ何やってんだよお前。もうさ、ミーがいなくなっちゃってさ。先生、あそこ。はい、あそこ。あ、ミー、あんたまさかずっとそこにいたの。勝手でしょ。みー、降りなさい。来たら飛び降りる。みー、私なんかどうなってもいいのよ。そんなわけないでしょ。先生の言うことなんか信じない。みー、どうせ私なんかまだ幼いんだし。あっちゃー、拗ねちゃったよ。カツ、好きだって言うんだよ。え、なんで。あんた女口説くの得意なんでしょ。説得してよ。口から出まかせでも何でもいいからさ。非常事態なんだからしょうがないでしょ。ほら克美。しょうがねえな。よう、そこ涼しいか。バカは話しかけないで。バカ、あんなこと言ってるんだぞ。気持ちで頑張って。そのなんだ、お前さ、俺のこと好きだろ。バカは大嫌い。お前らそういうこと言うから可愛くねえんだよ。そうじゃなかったらな、俺がホテル連れてって少々奪ってやってたのによ。だってよ、お前黙ってりゃ案外可愛いし、結構色気あるしさ。俺お前みたいなタイプ案外好きだよ。いや、かなり好きかな。いや、大好きだ。お前がなきゃ生きていけない。お前は俺の命だ、星だ、希望だ、太陽だ。いい加減なこと言ってんじゃないわよ。誰があんたのことなんか信じるもんですか。お前なぁ。ミー、確かに克美はいい加減だよ。おいおい。だけど慶応の彼がこんなことしてくれたことある。あんたのためにこんなに一生懸命になってくれたことある。いい加減にしなさいよミー。どれだけみんなに心配かければ気が済むのよ。そんなにブランドにこだわって男選んだってしょうがないじゃないのよ。まだ看板ぶら下げてる男なんてね、いい大学行ってたとかいい会社に入ったことばっかり自慢してるだけなんだよ。そうそう、その通り。看板なんか気にしないの。表面面なんか気にしないの。いい男はまだまだたくさんいるんだよ。大事なのは気持ち。気持ちだよ。ね。だからミー、降りといで。ダメ。ダメ。どうして意地張るの。意地じゃないの、怖くて腰が抜けちゃったの。今行くからな、動くなら動くな。おお、君大丈夫か。ミゆっくり。俺大丈夫。ミー、ミー。先生、迷惑かけてすいませんでした。
裸の真剣勝負の意味本当に分かった。はい、恋愛に男も女も関係ないのよ。大切なのはお互いの気持ち。だから勇気を出して自分の考えた通りに行動して、お互いの気持ちを確かめ合って、一方通行じゃダメなんだよ。だって傷つくこと怖がってたら何にもできないじゃないよ。総一郎君。はい。俺たちの本当のライバルはあいつらだな。はい。あ、もうこんな時間じゃないよ。ほら、みんなお家に帰って青春青春。青春だなんてもう何勘違いしてんだよ。青春の証は勉強だ。ほら、ほらほら。先生。おやすみなさいませ。おやすみなさい。おやすみなさい。さよなら。バイバイ。さよなら。さよなら。さようなら。おやすみ。さよなら。おやすみ。気をつけてね。シャチ。うん。後悔しないように頑張れよ。僕も頑張ります。後悔しないように。ごめんなさい。反省してます。ああ、いえ、全然気にしてませんから。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。自殺すんの。ちょっとやめてよ。冗談。上がっといでよ。気持ちいいよ。恋愛って難しいね。失恋しちゃったよ。私好きな男がいないと力入んない体質だからさ、参っちゃうよな。幸はいいな。目の前にいい男がいっぺんに二人も現れてさ、頑張って絶対どっちかものにしないよね。またそういうこと言う。私のいい男どこにいるんだ。私はここだぞ。早く会いに来い。
ち。うん？やった。あんたは頑張んなよ。うん？あんたは男以外にも好きなものがあるんだからさ。私ももうちょっと教師を好きになろうかな。そうだよ、子供たちはみんな素敵だよ。みんな一生懸命真剣に生きてるんだよ。男以外の好きなものが今とっても好きなのかな。いいかもね、それも。よし、私も一発元気づけに。まずはやっぱ男か。あっ